皆さんこんにちは。今回私が言及させていただきたいのは何に関してかというとですね、航空会社のマイレージカードに関して言及させていただきたいと思います。マイレージカードを持ってる方、持ってらっしゃらない方っていらっしゃると思うんですけど、まあ、これから持たれる、ね、持とうと考えている方、まあ、先ほどもちょっとコメントがあったんでね、言及させていただきたいと思います。まず、まあ、本日の動画でさせていただいたんですけど、全日空 ANA アナね、まあ、私はアナっていう言葉が好きなのでアナでちょっと使わさせていただきますけど、昔からアナアナって言ってたんでね、アナでいいです。でアナということで、そのマイレージカードを持ってます。ただそのマイレージカードをずっと貯めてたわけです。3年ぐらい前にヨーロッパを周遊した時にですね、そのアナのマイレージで、行ったわけです。最初ロンドンから入ってね、ロンドンインの、ドイツのミュンヘンアウトで、まあ、いわゆるオープン上トリップ、オープン上ということで、まあ、最初の目的地とあとは帰りの空港違うわけです。で、そのオープン上でやったわけですけど、最初2ヶ月だったんですけど、結局3ヶ月分にして、まあ、パリ、フランスのパリのねアナの支店で、で、そこで、日付をもうちょっと後ろに伸ばしてですねやったわけですけど、そこで使った時が確か5万5000マイルかな、ちょうど7月の22日だったので、7月の22だったので、ちょっとだけ高くなるとき、ただまあ6万5000マイルみたいな、いわゆるお盆の時期とかクリスマスとか、あそこほどは高くなかったんですよね。で、その時にね、全部入れたんですよ。そのアメックスよく使ってて、マイレージも溜まってたんで、で、それをね、3年有効期間っていうのを知らなくて、その有効期間っていうのがよく分かんなかったんです。だから、その、随時補充していけば、その、まあ、その伸びていくのかなと思ってたんですけどね。で、結局、その、移行した日から3年ということをね、知ったわけです。なんでかって、この、見てみてね、いきなり2万5000ポイントマイルがなかったわけです。あれ?と思って、4万マイルぐらいあって、で、アメックスの方にまだ5万5000から6万ポイント分ね、それ移行しないで、そっちは入ってるんですけど、急に少なくなったんで、おかしいと思って。で、よーく見てみると、そういう調べてみるとね、3年っていうことです。移行した時から3年、これ知らなかったんですよね。で、結局、まあ2万5000マイル、沖縄下手すればローシーズンの時だったら2回往復できるんじゃないかぐらいのね、あれだったんです。すごーくね、6月いっぱいでダメになっちゃいました。だからすごくね、ちょっと悲しかったんですけどね。なので皆さん絶対そのマイレージで、ね、今回私がこういう目に遭ってしまいましたけど、マイレージカード、まあ、そのマイレージ航空会社によって違うかもしれないんですけど、基本的にただのその、有効期限というのも設けてる時が多いので、それは確認した方がいいです。はい、そこはちょっと注意してください。で、今回まあちょっと長くなってしまったんです、申し訳ない。本題に入らさせていただくと、マイレージカードということで、マイレージカードを作る利点は何があるのかということです。私が最初持ったのが大体6年ぐらい前、アメックス成田の空港でアメックスの勧誘でね、勧誘されてですね、そこからアナのね、ANA の、マイレージカードを作ったわけですけど、 JAL でもよかったんですけどね。ただその当時で JAL っていうのは結局その会社がね、結構傾いてしまった時のね、なのでその JAL だとちょっとどうかなと思ったんで、全日空 ANA にしたわけです。で、そこからまあ頻繁に使って6年前にやって、で、3年前にですね、ちょうど3年ぐらいでもポイントかなりマイルが溜まって、その時どのぐらいだったかな、だから今回入れた分と合わせて何万千だろうな、7万マイルぐらいは溜まってたんです。3年でね、結構溜まったと思うんです。で、まあ8万マイル溜まって移したんですよね。で、結局今回2万5000マイルなくしてしまったわけですけど、まあそんな感じで結構貯めることができました。このマイレージカードっていうのは、もちろんその、例えば ANA だったらね、スターアライアンスに、加盟してありますので、スターアライアンス系、タイ航空とかシンガポール航空ね、TG とか SQ とか、もしくはアメリカのユナイテッド航空 UA とかね、もしくはアリタリア航空 AZ、まあそういったところと提携しているので、提携している航空会社を利用することによってもマイレージが貯まる感じです。ただ、もともと私は旅行会社に勤めてた時にね、まあ手配をしてたわけです、航空券を。そうするとですね、やはりマイレージによって加算率が変わってくるわけです。まあ基本的に例えば ANA のアナのね、マイレージだったら、その基本的には普通の航空券だったら、まあ最低 50% 以上はつくわけです。ただ、例えばタイ航空のチケット、
ね、TG っていうのはスターアライアンス系なので ANA と提携しているので、まあ、基本的にはマイレージコードが多いんですが、クラスによって違うわけです。ダブルのクラス、まあ、業界用語で言うとダブルってウイスキーっていうわけですよね。ウイスキークラスだと、マイレージがつかなかったりするわけです。ビクトリーも確かつかなかった、 V のクラスもつかなかったんですけど、まあ、そんな感じでつくものつかないものってあります。なので必ずこれは、まあ、旅行会社でもし申し込むのであれば確認した方がいい。もしネットで自分で申し込むのであれば自分でネットで調べてやるといいと思います。そのまずどのくらいマイルがたまるのか知りたい方、自分から聞かないと教えてくれないですからね、基本は。だから自分から聞いてどのくらいたまるかで、例えば旅行会社で聞いた時に旅行会社にどうやって調べるかって言ったら、まあ、旅行会社によってもしかしたらそれをあるかもしれない、随時変わることがあるので、基本的にはホームページを調べます。だから皆さんが例えばホームページで直接航空券予約した際っていうのは、ホームページを見ていただくとですね、例えばそのアナ、タイ航空、マイレージっていうふうに、ね、ネット検索しても出てくるんですけど、例えばそのアナのマイレージカード持ってて、タイ航空 TG の、航空券を買うとき、例えばダブル、ウイスキーのクラスだと 0% 全くつかない、クイーンクラスだと 25% とかね、書いてあるわけです。なので、そういったところを見てい、くとどのくらいのマイルがたまるのか、それによってもしかしたらそのじゃあその値段の差を見てみてね、じゃあマイルがたまることを考えればこう計算機でこう計算していくとちょっと高いけどマイルがたまる方がいいっていうこともあるので、そういったこともね、よくマイラーの人、マイルを貯める人をマイラーって言うんですけど、マイラーの人々はよくやってることです。はい。まあ、どこのカードを持つか、まあ、基本的に日本に住んでれば日本人の方だったら、まあ、日系の、ものを持つことが多いと思うんですけど、あの JAL がスカイチーム、ワンワールドなんでね、ワンワールド系でもスターアライアンスよりちょっと少ないかなっていう感じはしています。なので今回、まあ、ANA でね、マイレージ作ってスターアライアンス系なんで、まあ、すごく得はしてるんですけど、ただ国内線とかもしくは JAL の方がまあ、国際線結構出てたりとかね、国内、基本的にアナだったら、例えば国際線出るって羽田か成田ですから。だから、関空とか、もしくは福岡とかね、あっちの方から行く、セントリアとかから行く場合だったら JAL の方がいいのかなって感じはしますね。はい。で、あとは、ビザカード、マスターカード、クレジットカードが付帯するので、ビザ、マスター、アメックス、JCB ってあるんですけど、自分はアメックスで選びました。ただアメックスの場合、海外に行くことがよく多い方、アメリカは大丈夫ですけど、ヨーロッパでは結構使えないこと多いです。で、あとは、まあ年会費もやっぱ他のカードに、ね、比べたら高い。ゴールド、一番ゴールドですね。ゴールドだと3万6000円ぐらい年会費でかかってしまうんで、まあちょっと高いかなって感じはするんですけど、それだけ保証は充実してます。保険なんかもね。なのでまあそれはどっちを取るかと思うんですけど、通用度からすればビザマスターの方がいいのかなって感じは、します。でまあ、今回ちょっとマイレージカード、クレジットカード、に関して言及させていただいたんですけどね、もし皆さん何かまた何か質問があれば、リクエストという形で、いただければ、それに対して回答させていただきたいと思います。それでは、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。